オス猫は大体左利きだって知ってる？そうなの？イルカはたまに溺れるって知ってる？そうなの？東急リバブルは知ってるって言ってます。家を売るとき売却査定が無料なんですね。知るわけないでしょ。東急リバブル。ブルちゃんを見つけ出そう。ブルちゃんがいなくなったので探してほしいと相談を受けました。どこにいるのかこのさっちゃんにお任せください。足跡を発見、追ってみよう。この部屋かな。あれ、川口春奈さんだ。撮影しているね。ちょっと話を聞いてみよう。撮影はいかがでしたか？今回は保健室の先生ということで、すごい演出も面白くてあっという間に撮影過ぎたんですが、きっと面白いコマーシャルになってると思うので私も楽しみです。楽しかったです。ところでブルちゃんどこに行ったか知りませんか？あっち行ったけど。あ、いた。待って、またもや足跡を発見。今度は水族館だ。イルカかわいい。あれ、なんか言ってる。あ、また撮影している。みんなにちょっと話を聞いてみよう。いや、イルカすっごい可愛かったんだよ。イルカに会ったの？うん。え、水族館に行ってイルカに会ったの。いいな。リバブル家族のワンシーンとして撮影現場がなんかこの僕たちの、リバブル一家の思い出になっていってるんで、今回もすごく充実したロケでした。はい、すごく楽しかったです。ところでブルちゃんどこに行ったか知ってる？ここにいるよ。ブルちゃん撮影が見たかったんだね。さっちゃんさすがだね。ブルちゃんが揃ったところで、せーの、東急リバブル。痛いの痛いのリバブル。リバブル？家を売るとき東急リバブルに相談すると不安が消えるよね。痛みも消えたよね。リバブル先生。どんな先生だよ。東急リバブル。